こんにちは、セイラです。1977年9月5日に打ち上げられたボイジャー1号、その主な目的は外惑星の探査でした。1980年に外惑星の探査は無事終了しましたが、その後も稼働を続けており、2012年にはついに太陽系から星間空間へと飛び出しました。そんなボイジャー1号は現在人工物の中で最も遠い場所にあるのだそう。そこで今回はボイジャー1号の仕組みや今いる場所など気になる情報をご紹介します。それでは早速レッツゴー。ボイジャー1号とは、ボイジャー1号と2号はアメリカの惑星探査機です。ボイジャー1号はボイジャー2号打ち上げの2週間後の1977年9月5日に打ち上げられました。なぜ1号の方が打ち上げが後になったのか気になりますよね。実はボイジャー1号に不具合が見つかったため、打ち上げの順番が入れ替わってしまったのだそうです。ボイジャー1号の主な目的は木星や土星など外惑星の探査でした。そしてそのミッション達成後、次なるミッションである星間ミッションに乗り出したのです。そしてボイジャー1号は現在人工物の中で地球から最も遠い距離に位置するとされています。こんなに長い間稼働し続け、現在も様々なデータを送り続けるボイジャー1号、さぞかし高性能なのだろうと思いますよね。しかしボイジャー1号が打ち上げられたのは40年以上も前のこと。現在の技術と比べると決して高性能とは言えないようです。例えばボイジャーに搭載されているコンピューターのメモリーは全部で 69.63KB ほど。これはインターネット上にある画像1枚分ほどにしかならないのだそう。少なすぎて驚きですね。そのためデータを地球に送信したら、その都度古いデータに上書きしないと新しいデータを記録できないのだそうです。またボイジャーに搭載されたコンピューターは1秒間に8万回の命令を実行できます。数字だけ見るとすごく速いと感じるかもしれませんが、私たちが毎日使うスマートフォンは1秒間に2億回の命令を実行可能です。それに比べると相当遅いということがわかります。このように最新技術とは言えないボイジャー1号ですが、これまでに多くの業績を残しています。1980年には当初の目的である木星・土星の撮影を終了。1990年にはライマンアルファ線の観測に成功。2003年にはついに太陽圏の末端部ヘリオシースに到達。2012年にはヘリオポーズの達成が確認され、星間ミッションを成功させました。どうやって動いている？40年以上もの間宇宙を漂い続けているボイジャー1号、燃料はなくならないの？動く仕組みは？などと気になった方もいるのでは。ボイジャー1号には2つのエンジンが搭載されています。しかしこれらのエンジンだけでは太陽系を脱出するのに必要な速度が得られません。そこで採用されたのがスイングバイという技術です。これは惑星の近くを通り過ぎるとき、惑星の万有引力と公転運動を利用し速度を変化させるという方法です。これによりボイジャー1号は太陽系脱出に必要な速度を得ることに成功しました。ちなみにボイジャー1号のスピードは時速6万 km だそうです。ものすごいスピードですね。今どこにいる？地球から最も遠い人工物ボイジャー1号。では現在ボイジャー1号はどのあたりを漂っているのでしょうか。2018年12月末の発表によると、ボイジャー1号は地球からおよそ217億キロメートルの位置にいるそう。これは地球との通信に20時間以上かかる距離です。現在も太陽系脱出に向けて進んでいますが、電力の供給に使われている原子力エンジンの出力が少しずつ低下しているのだそう。この電力がなくなってもボイジャー1号は進み続けることができますが、地球との通信は途絶えてしまいます。そのためこの電力がなくなるとされている2025年頃に宇宙探索は終了となる予定です。そして残念ながらそれまでに太陽系脱出をするのは難しいのではないかと言われています。地球外生命体への伝言。ボイジャー1号は地球との通信が途絶えた後も太陽系脱出に向かって進み続けます。そんなボイジャー1号に課せられたもう一つの試練に、地球外生命体にゴールデンディスクを渡すことがあります。
このゴールデンディスクには様々な国の挨拶の言葉や優れた音楽、生き物の画像や自然の音、数学の計算式などが収録されています。いつか私たちの知らない地球外生命体がこのディスクを見つけ地球のことを知るかもしれないのです。これはなかなかロマンのあるミッションですね。ボイジャー1号のカメラ機能はもうすでに停止されており、映像を見ることは残念ながらできません。それでもボイジャー1号はできる限りの力を駆使し、地球に休まず情報を送り続けています。現在ボイジャー以外にも様々な宇宙探査機が活躍しています。もしかしたら宇宙の謎解明に近づく情報が送られてくるかもしれませんね。今後もボイジャー1号をはじめとする宇宙探査機の活躍に期待しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。皆さんの応援が励みになります。